ラコロナはグアテマラ・ペテン県北西部にある古代マヤの遺跡。1997年に初めてその存在が知られた。規模は小さいが多数の遺物が残る。1960年代に各地の美術館に共通の特徴を持つ明らかに略奪者によって売られたマヤの遺物が出現した。1970年代にピーター・マシューズがこれらの遺物を初めて研究し、 遺物の出生を仮に、旧遺跡と名付けた。マシューズの研究は長く未交換だったが、マヤ研究者の間ではよく知られ、それが、どの遺跡であるのかは、長年の問題だった。その後、マヤ文字の解読が進むにつれ、旧遺跡の碑文に出現する人名が、基地の、どの遺跡のものとも異なっていることが、明らかになり、謎は、かえって深まった。1997年5月。 イアン・グレアムとデイビッド・スチュアートらは、チョコプ川の上流で新たに発見された遺跡を調査し、旧遺跡と同じ支配者の名前が、石碑に刻まれていることを発見した。5つの小ピラミッドの並び方が冠を思わせたため、遺跡はスチュアートによってラ、ラコロナと名付けられた。ラコロナの碑文は、地名、支配者名、支配者層の称号などが、旧遺跡のものと一致する。しかし、 一部の学者は、ラコロナのような規模の小さな遺跡にこれほど立派な遺物があるのはおかしいとして、ラコロナを旧遺跡とする説を疑問視した。その後、アメリカ合衆国とグアテマラの共同によるエルペルー調査の一環として、2005年にトゥレーン大学のマルセロ・カヌートがラコロナの洞窟アートの調査を行い、旧遺跡のものと一致する石板を発見した。 これによって、ラコロナが旧遺跡であることは確実になった。ラコロナは小さな遺跡としては珍しく、彫刻を施された石板や碑文を刻んだ階段を持つ。カラクムルトの婚姻による同盟関係、旧儀に関する記述、ジャ王国の王の直接の来訪などを記している。カヌートによればラコロナが南北交易路の要所であったため、 ジャ王国はコイン関係や来訪によって、ラコロナを熱心にその影響下に置こうとした。マルセロ・カヌートとトマス・バリエントスケ・サダによる、ラコロナ考古学プロジェクトの調査によれば、ラコロナの王朝は314年に開かれた。520年にジャ王国との最初のコイン関係を持った。544年の日付のある祭壇が2018年にラコロナから発見された。 そこには、ラコロナのチャックトックイチャーク王と、相当の蛇から伸びる守護神が描かれており、当時の蛇王国の首都であったチバンチェや、やはり、チャックトックイチャークに支配されていた、エルペルートラコロナとの関係を示すもので、蛇王国が、ティカル周辺の小国と同盟を結んでいき、最終的に562年に、ティカルを破って、テイチュマヤに派遣を唱えるようになる過程を示す資料と、 考えられるという。625年に、サクマースが王に即位すると、盛んに碑文を刻むようになった。695年に、ティカルが、カラクムルを破り、8世紀前半には、ナランホやエルペルーも、ティカルの手に落ちるなど、カラクムルと同盟していた都市は崩壊した。8世紀後半にラコロナは廃棄された。ありがとうございます。